ペトロヤルトリフテルは、チェコ出身の指揮者。1951年、モラビアスレスコ州フレンシュタード、ポトラドシチェム生まれ。オストラバ音楽院で、ホルンと指揮法を学んだ後、ヤナーチェク音楽院で、リヒャルトティーンスキー、オタカルトルフリーク、フランティシェク・イエレク、ヨーゼフ・ベセルからの訓当を受けた。1976年に、ブザンソン国際指揮者コンクールで2位入賞。 1978年に、ヤナー・チェク音楽院を卒業した後は、ブルノ国立フィルハーモニー還元楽団でイーレイクのアシスタントとなり、チェコフィルハーモニー還元楽団でバーツラフ・ノイマンのアシスタントを務めた。1979年から1984年まで、ボフスラフ・マルティヌーフィルハーモニー還元楽団の指揮者、1982年から1989年までは、 アルドビツ室内フィルハーモニー還元楽団の指揮者を務めた。1984年から1987年までブルノ国立フィルハーモニー還元楽団の指揮者を務めた後、1990年から翌年までプラハ交響楽団の首席指揮者になった。1993年から2004年までは南西ドイツフィルハーモニー還元楽団の首席指揮者。 1999年から2001年までロイヤル・リバップール・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督2002年から2009年までブルノ国立フィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を歴任した。ありがとうございます。